皆さんこんにちは。今回は理工学部作体化学研究室の紹介をしていきます。理工学研究科修士1年の村上達成です。理工学部4年の坂本隆二です。ところで坂本くん、作体ってどういうものかわかる？作体ってどういうものでしたっけ？よし、じゃあ僕から説明させていただきます。錯体とは金属の周りにいろいろな物質がくっついた状態のものを指します。僕たちの研究室ではそんな錯体について毎日研究しています。それでは早速研究室に向かってみましょう。じゃあジャンプで行こっか。そうですね。せーの。ここが私たちの研究室です。いろいろ実験をやっているようなので早速中を覗いてみましょう。じゃあ行きましょうか。これは今何をしているところですか？ニッケルという金属を含む錯体を作っています。この緑色の溶液にこの透明な溶液を混ぜると色が変わるんですよ。おお、すぐ色変わるんですね。この後冷やすとニッケル錯体の結晶が得られます。実際に作ったものがこちらになります。この結晶は何のために作っているんですか？以前作った錯体と構造を比較するために作っています。なるほど、ありがとうございます。場所を変えて違う実験室に来ました。これは何をやっているところですか？これは触媒反応の準備をしているところです。この後外に出して加熱して15時間後には固まって欲しいものを得ることができます。この実験はどうしてこの大きな箱の中でやっているんですか？今取り扱っている錯体は空気や水と触れると壊れてしまうので、窒素で満たされた箱の中で実験を行う必要があるんです。なるほど。それでは実際にやってみます。こちらの容器に入っている液体をこちらの容器に移します。15時間後には固まるって言ってましたけど、その時に色が変化したりするんですか？はい、黒い固体になります。固まった物質にはどんな特徴があるんですか？紫外線を当てると光ります。なるほど、ありがとうございます。こちらがさっき準備したものを150度のオイルバスで15時間加熱したものです。本当に黒く固まるんですね。実際に光るところを見れたりしますか？はい、こちらの固体をきれいにしたものがこの箱の中に入っています。このようにブラックライトを当てると固体が光る様子を見ることができます。本当にきれいに光るんですね。ありがとうございます。これは今何をやっているところですか？この袋の中のシャーレに入っている結晶は臭い匂いを取ることができます。初めは 11ppm 入っていたのですが、今どうなっているか調べていきましょう。1日経った状態だと臭い成分が減っていることが分かりました。なるほど、ありがとうございます。いやー、いろいろ見せてもらったけれども、そういえばみんなって毎日同じような実験ばっかり繰り返してるよね。僕もそうなんですけど、毎日同じことの繰り返しなんですよね。そうだよね。そこでさ、率直な疑問なんだけれども、みんな毎日毎日同じような実験ばっかり繰り返して、一体何のためにやってるかちょっと分かんなくなってくるんだよね。確かにそうなんですよね。僕たちの研究って一体何を目指してやってるんだろうね。君たちもついにその域に到達したか。あ、その声は。研究室の最上級生、院生の斉藤さん、山口さん。確かに大学院の先輩なら何かわかるかもしれません。山口さん、僕たちの研究が何につながっているか教えてください。その答えはな。俺もわからん。いやー、院生の先輩でもわからないなら先生を頼るしかないな。先生。なんか楽しそうな話してんじゃん。よろしく頼む。先生、改めて質問なんですけれども、僕たちのやってる研究って一体何の役に立つんでしょうか？
いい質問だね。私たちがやってるのは基礎研究だよね。基礎研究の捉え方にはいろいろあるけど、例えば文部科学省は基本原理の解明、新たな知の発見、創出や蓄積などを志向した研究活動というふうに捉えていて、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めているというふうに期待しているよ。だからこそ私たちがやっている基礎研究には意義があると思います。またこれは私の経験に基づく話だけど、実は発見というものは新しいものを取り扱って注意深く観察していればそれほど難しいものではありません。ただもう実験を開始している君たちならわかると思うけど、一つの機能には様々なパラメーターが複雑に絡み合うことによって発現されているよね。で、私たちの基礎研究ではそのパラメーターの効果を一つ一つ地道に解明することによって、さっき出てきたような真理だとか基本原理に迫ろうというふうに考えて研究をしているよ。なるほど、僕たちのやってる基礎研究ってもうすごく大事なものなんですね。と、まあこんな小難しい話はここまでにして、これからはみんなと研究室の楽しさについて語り合いましょう。こちらが今日出演していただいた作体科学研究室のメンバーです。作体って皆さん高校の時って聞いたことあります？僕はないんだけれども、高校理科で聞いたことある。ちょっと登場しながら、でそんなちょろっと登場しただけだからあんまり印象が強くない分野だと、高校生向けだと思うんですけれども、なんでこの作体科学研究室に入ったのかちょっと聞いてみたいんですよね。川原くん、なんでうち選んだんですかね。そうだな、金属と複合体という業界領域を研究する作体科学の分野とは思ったからかな。あとはアットホームな研究室の雰囲気に魅力を感じたかな。そういう研究室紹介とかの授業あるもんね。僕も割とそんな感じかな。あとちょっとテストで成績良かったからとか、そういうわりかしそのテストで成績良かったからこの分野いけそうとかっていうのは最初の頃ありません？割と僕はそれで興味持ってここの分野に進んできたんだけれども、気になるのが太田さん、なんでこの作体科学の分野に進んだのかちょっと気になるんですよ。僕は物を混ぜると色が変わるのがすごく小学生の時から好きだったんですよ。高校1年生で科学を本格的に勉強し始めた時に一番色が変わるのは無機だったんですよね。確かに配化合物のところの単元は色が劇的に変わるのとても面白かったので、作体って面白いなっていうふうに思いました。確かに無機の方が系統的定性分析とかって高校だとやるんですけど、確かに色の変化大きいっていうのは魅力の一つですよね。実際研究生活めちゃくちゃ忙しいばっかりかと思ったら結構楽しい。普段めちゃくちゃ我々雑談しますもんね、こんな感じで。こっち側とか特に。あっちのデスクはちょっと太田さんからの距離離れちゃうから、会話する機会減っちゃうけど。大体この辺に人が溜まってる。確かに。なんでかというと山口さんと。そう、実験台が。この辺でトラップされるのよ。話に釣られてみんな集まってくるんですよね。そんな感じで面白い話を普段からする研究メンバーですけれども、ここで4年生に1年くらい研究室で過ごして、雰囲気入る前と後でどうとかっていうのを聞いてみたいんですよね。及川さんどう？3年後期が入って、今はもう4年後期だから大体1年くらい経ってるけれども。最初はすごい遠慮があったんですけど、でも最近は慣れてきて、先輩とか先生にも何でも相談できるようになりました。そういう関係を1年くらいで続けたので、すごい雰囲気もいいみたいな。村上さんはなぜ先生のことを太田さんって呼ぶんでしょうか？そんなに自然にさん付けで今ずっと話してました僕。確かに普通に考えたら先生のことを先生じゃなくてさん付けで呼ぶってなかなかない話かなと思うんですけど、太田さんから直接聞いたわけじゃなくて先輩からまた聞きした話であるんですけれども、太田先生は割と研究室の中で先生って呼ばれるよりかは研究室の中では一研究者としてある意味対等なラインに立って話をしたいっていうふうに聞いたことがあって、それだったらさん付けの方が話しかけやすいかなって感じたので太田さんっていうふうに呼ばせてもらってます。それは個人的には今村上くんが言った通りさん付けがいいなっていうふうに思うかもしれないけど、学生さんによってやっぱ先生って呼びたい子もいるみたいなので、私は今はさんも先生も強制してないし、好きなように呼んでくれたら良いです。はい、じゃあ今からさん付けで呼びますね、太田先生。以上が理工学部作体科学研究室の紹介になります。作体について少しでも興味を持った皆さん、僕たちと一緒に研究してみませんか？皆さん、待ってます。